い、皆さんこんにちは。今日はトミカの最新の予約情報をチェックしていきます。まずはオンラインショップのオムニセブンのページだね。でここでトミカで検索をかけてみるとこれだね。ドリームトミカイニシャル D のセブン&アイオリジナルが予約受付開始されてます。車種の方は3種類あるんだね。一つ目が AE86 トレノと、下の方を見ていくとシルビアだね。あとは RX7 の FD だね。でそれぞれのページを見ていくとこんな感じだね。レッドサンズのモデルになってるんだね。で車体はこんな感じだね。以前ドリームトミカで発売されたモデルに似てるけど、若干プリントの感じがちょっと違ってるように見えます。で下の方を見ていくとここだね。セブン&アイオリジナル商品で、原作コミック序盤で活躍する車両って書いてあるね。でシルビアの方を見てみるとこれだね。過去のドリームトミカで発売されたモデルによく似てるけど、やっぱりプリントの部分とか違うのかな。で他のもう一台は AE86 トレノだね。これも過去に発売されたモデルに似てるけど、やっぱりちょっと違うのかな。ちょっと今度比較してみたいと思います。でこれも下の方を見ていくと、発売日は2019年の2月28日って書いてあるね。で価格の方は1個あたり700円になってるね。で購入制限はお一人様3点限りになってます。で3種類のセットが3種9台セットっていうのもあるんだね。こんな感じのパッケージになってるんだね。で車体の映像はこんな感じだね。で下の方を見ていくと、で販売価格は6300円、すごく高いけどコレクターにとったらこのパッケージ欲しくなるのかな。で発売日の2月28日は最寄りのコンビニエンスストアのセブンイレブンで購入することもできます。結構このイニシャル D って人気モデルになるので予約しといた方が確実かな。で確か以前セブン&アイオリジナルでイニシャル D の GTR と RX7 とトレノっていうモデルも発売されたね。その時とどうやら車種とデザインが一部違うように思います。でまた購入して比較してみたいね。でもう一つチェックしておきたいのがこれだね。タカラトミーモールオリジナルのフェラーリだね。ちょっとこれを見てみると、タカラトミーモールオリジナルトミカリミテッドヴィンテージネオフェラーリ F40 の黄色だね。このモデルが今予約受付がされてます。で形とかを見る限りすごくこんな感じで、すごくかっこいいモデルになってるんだけど、実際価格を見てちょっとびっくりするんだね。こんな感じでエンジンルームもしっかり再現されてるんだね。で下の方を見ていくと価格の方が7344円、なかなかの高額商品だね。で発売日の方は2019年の3月になってます。で下の方を見ていくと TLV シリーズに満を持してフェラーリ社が登場って書いてあるね。受注生産っていうことになってるので、予約期間が12月14日から2019年の1月8日で終了になります。でもう一つ通常版があるんだね。通常版の方はフェラーリらしいレッドだね。こんな感じで見ていくとすごくかっこいいデザインになってるんだけど、やっぱりこれも価格が7344円、結構な高価格帯になります。で F40 と同時に予約が開始されたのがこれだね。トミカリミテッドヴィンテージの D の 246GT だね。これもすごくかっこいいデザインになってるかと思います。ちょっとレトロ感ある車だよね。で下の方を見ていくとこれも結構価格帯高いんだけど5184円になってます。でもう一つこれだね。トミカリミテッドヴィンテージの D の 246GTS
ルーフの部分がこれはオープンになるのかな。そうだね、こんな感じでオープンのタイプになります。でもこれも価格が同じく5184円だね。はい、今日はトミカの最新の予約情報をチェックしてみました。で、このセブン&アイオリジナルのイニシャル D のモデルはちょっと目新しい車種ではないけど新しいラインナップかと思います。イニシャル D のモデルっていうのは人気だからやっぱり予約はしておいた方がいいのかな。で、もう一つがタカラトミーモールオリジナルのトミカリミテッドヴィンテージネオのフェラーリ F40 黄色だね。このモデルはどうやら64分の1のスケールで作られてるみたいだけど、価格はこの7344円、結構な高価格帯だね。で、タカラトミーモールでこのイエローは予約することできるけど、レッドの方は通常のお店でも予約ができます。で、このタカラトミーモールオリジナルのイエローの F40 はタカラトミーモールだけではなくてヤフーショッピングや楽天のタカラトミーモールでも予約することができるね。少しでも安く予約しようと思ったらポイントとか使うのがいいのかな。で、タカラトミーモールではこんな4台セットっていうのも発売されてます。価格は 25,056 円、おもちゃというよりはもうコレクターアイテムの一つなのかな。一通り予約はしてみたので、また到着次第レビューしてみたいと思います。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。